東京都が交通手段と食料を確保して被災地にボランティアを送る制度の第一陣63人が10時過ぎに都庁を出発し宮城県に向かいました。都では被災地から人手は必要だが個別のボランティアの受け入れが難しいという相談を受け、ボランティア団体と協力して都民から広く募集した上でグループ分けし、リーダーをつけた機能的な集団としての派遣に踏み切りました。やはり被災地の現状を見てからやっぱすぐにもう現地で行動したいと思って、ちょっと大学でもそういうゼミで活動していたんですけど、やっぱりいても立ってもいられなくなって、瓦礫の整理をしてみたいなと思うんですけど、片付けるのは年の功かもしれないけど上手だなと思ってるんですけど、県外ボランティアが無事に受け入れていただけるように礎をしっかり作りたいと思っています。あとは少しでも被災者の方のお役に立てるように押し付けがましくなくニーズをちゃんと把握してボランティアやりたいと。第一陣の活動は11日までで、宮城では現地の団体による割り振りで活動地域が決められるということです。